はい、皆さんこんにちは、こんばんは、サンデーレーシング一口話の、重賞開講、本日は田中俊のパトロールフィリオをね、見ながら開講、まあ、反省というところでと思います。まあ、田中俊のね、本命はね、リフレーミングでした。対抗はね、ボーンディスウェイ、黒三角に新た、星にね、キングスパレス、以下はね、白三角にレッドラディエンス、爆弾魔ダンディズム、ね、抑えにノッキングポイントということになってましたけども、結果は、ね、1番人気、2番人気が1着、2着、そして、8番人気のノッキングポイントが3着ということで、まあ、ね、荒れる七夕賞にしては、比較的、まあ、配当的には抑え気味の結果になったんじゃないかなと。まあ、皆さんもね、レース見ていただければ分かると思うんですけども、前半のね、まあ、バビットとね、星雲プラチナがね、2頭でね、バカ逃げしてしまいましてね、1000m57 秒台ですからね、これはね、過去10年15年見てもね、まあ、近年ではね、珍しいぐらいのね、ハイラップ。まあ、そういう中でね、好意につけたボーンディスウェイをね、まあ、それをね、離されまいとね、途中から動き出したんですけども、結果的にね、やっぱりね、時計が早すぎたっていうのがね、一つ範囲でしょうね。爆弾場のね、ダンディズムもね、三浦騎手、富田騎手に比べてね、前出ししてったことがね、今回構想の要因だと思うんですけども、まあ、結果的にね、前半があんだけ早いので、まあ、ラストね、600メートルのね、機動力勝負という形になってしまいましたよね。で、本命馬のね、リフレーミング、ここにいるんですよね。これから今度こっち行くんですよ。よろしいですか。はい、これがね、致命的ですよね。ここでね、ここのダンディズムとノッキングポイントの間が空いてるんですよ。ここを入ってもらえればよかったんですけど、遠心力でこっちへ回ってしまった。まあ、これがね、致命的な敗因。結果的にね、伸びてはいるんですけど、35秒0の足使ってるんですよね。まあ、勝ったレッドラディエンス、キングスパレスもね、34秒9なんで、まあ、このね、ノッキングポイントと、ね、レッドラディエンスの間がぽっかり空いたんで、そっちへ進路を取ってれば、僕はね、まあ、勝ち負けができたかはどうかはわからないんですけども、まあ、おそらくノッキングポイントはさせたんじゃないかなと考えます。まあ、こういうところがね、丸田騎手のまだね、考えてない騎乗っていうのかな。まあ、前回もね、新潟大賞典でね、後方14番手からね、大外分回してね、結果届かず5着。まあ、鮫島騎手もね、鮫島調教師もね、まあ、乗り慣れてるから乗せてるんでしょうけども、やっぱりね、なんていうのかな、僕から言わすとサラリーマン騎手なのかな、と。まあ、そういうところはね、見え隠れするのかな、と思います。逆にね、そのチャンスをね、本来であれば乗れないようなね、馬乗ってきた杉原騎手なんかはね、上がり36秒0でね、最後、まあ、足上がってるんですけども、なんとか持たせて、ダンディズムをかわしたところでね、3着というね、成績を収めてるというところがね、まあ、まあ、ハングリー精神がね、高いジョッキーなのかなと。逆にね、丸田騎手とか丸山騎手とかね、まあ、こういったところはね、まあ、なんていうのかな、昔取った絹塚でね、ひとまずそのね、2番手3番手クラスの馬は回ってくるような位置取りにいるから、なんかね、まあ5着ならいいだろうというね、認識でいるんであればね、ちょっとね、正直この先真っ暗なんじゃないかなと思います。まあ
まあ、こういうね、機動力勝負になってしまった原因の一つはやはりね、原騎手ですよね。まあね、星雲プラチナでね、前半からまあ外枠だったんでね、出していくのはいいんですけども、まあバビットをね、追いかけすぎたっていうのがね、正直なところでしょうね。1頭でポツンと行かせればね、2番手でね、競馬できるはずなんですよね。まあ、それをね、無理くりそのガン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 追いかけていったっていうのはね、結果的にはね、14着とブービーということで、ね、まあ西山オーナーのね、せっかくの配慮で乗せてもらった部分はあると思うんですけども、正直ね、なんて言うんでしょう、七夕賞でね、こんだけその前半が早いんだろう、流れ、そしてね、1分58秒台のね、前半っていうね、決着タイムっていうのはね、なかなかないんじゃないかなと思います。まあ特に原騎手はね、やはり両徳寺オーナーからね、ぶった切られたっていうのはね、大きいでしょうね。で、最近やっぱり全然乗れてないですよね。まあ平場ではね、減量まだ1キロ減は使えるんですけども、まあそういう中でもね、去年はね、結構減量1キロ減をね、利用して、結構人気のないね、馬を持ってくることできてたんですけど、まあ最近はね、もうなんていうのかな、まあ見た感じ、騎乗が荒いというかね、まあなんていうのかな、傍若無人というか、ね、ちょっとね、まあ、昨年よりそのね、ウィルソンテソーロでね、騎乗してた時に比べると、結構騎乗が雑になってるのかなって気はしますね。はい。まあね、結局その新たも含めてね、リフレーミング、それからね、カレンドシェルブルに関して言うと、まあ、ちょっとね、ペース読み間違えたのかなと、前が止まるだろうっていうんでね、動き出しがね、やっぱり若干遅れたのかなと考えますよね。まあ特にね、新たなね、和田調教師なんかはね、生涯、一番の出来だと、まあ吹いてたんですけどね、まあ横山騎手はね、調教をやりすぎないように進言して、その通りうまくいったっていうね、オフレコもあったんですけどね、結果的にはね、結構ね、長くいい足が使えるタイプなんでね、3コーナーからね、まくってきてもよかったんじゃないかなと思いますね。まあそんなわけでね、まあはっきり言うと丸田騎手のね、とか横山騎手のね、判断がね、やっぱり若干遅れた。そして先ほど見ていただいたようにね、ね、ここのスペースですよね、ここに入っていってもらえる判断をすればね、入れたと思うんですよね。ただ遠心力でね、外へ膨れてしまった、さらにね、直線よれてるんですよね。まあそういった意味でね、ちょっとまあ丸田騎手の判断の悪さと、まあ馬のね、まあ修正というかね、その辺が如実に出たのかなという気がしますよね。はい。まあ、先週ね、プロキノステークスもね、まあ正直ね、ハピーのね、シナ騎手、まあ先行入れ競馬ができる馬になってきたのかなと思ったら、後方から行ってね、完全に踏み遅れてね、最後ね、直線、伸びたんですけど、まあラストでね、ちょっと足が上がってしまって、マリオロードに刺されるというね、大失態というところは否めないかなと思います。まあね、日曜日はね、予想記事の方はね、高回収率 800% 超えっていうのはね、達成できたんですけどもね、まあね、その他ね、馬主席のインサイダ ー、ね、かなり不適中が重なってしまいましたことは、この場を借りてお詫び申し上げます。プロキオンステークスに関して言えばね、やはりそのハピとかね、本命にしたブラックアーメットのね、泉谷騎手もね、全くね、勝負にしに行かないというかね、ヤマリンが動いてから動いてはダメなんですよね。ヤマリンが動く前に動いてほしかったなっていうのはね、
まあ、率直な感想です。ぜひね、新規一点、函館記念、函館2歳ステークスね、弦がいいレースですのでね、まあ、昨年もね、函館2歳ステークスでは、万馬券的中できておりますので、気を取り直してね、今週末、セール直後になりますけどもね、かなりインサイダーも入ってきておりますので、どうぞご期待いただければと思います。ね、函館記念の特別配信参加のご希望の方はね、概要欄の方からご覧いただいてね、ご参加いただければと思います。またね、レジマグの方で、販売してます。予想基地。ワンコインでね、買えますのでね、ぜひともね、午前中のレースでね、小銭でね、ちょっと資金を増やしておきたいなっていう方はね、ぜひ、参考にしていただければと思います。そちらのリンク先も貼っておきますので、ご検討いただければと思います。以上、七夕賞の蚕でした。ご視聴ありがとうございました。